ーションデーと題してお届けしてまいります。さあ、私のね、こちらにもですね、看板がありますけれども、UACJ は世界トップクラスのアルミニウム総合メーカーです。はい、アルミ缶、自動車、空調、IT 機器、金属バットなど様々な製品に使われるアルミニウムを製造しております。ここ神宮球場ではバックレッドラの看板としてね、中継やスポーツニュースなどでもいつもファンの皆様の目に留まっていると思いますが、本日は社会貢献活動の一環として UACJ の製造場があります埼玉県深谷市の小学生野球チーム深谷メッツの皆さんをご招待しております。そして、本日はですね、先着1万名様につば九郎デザインのアルミカップ、今つばみちゃんが持ってくれているこれなんですけれども、はい、こちらを皆様にお配りさせていただきました。皆さん持ってますか？お、持っていただいてますね。ありがとうございます。アルミニウムはですね、何度もリサイクルできるというところから環境にも優しく今非常に注目されております。こちらのアルミカップもリサイクルして再びアルミカップに生まれ変わることができます。そしてこのアルミニウムは熱を耐えやすいということでね、常にいい、クールな状態でキープしてくれるということなので、冷たい飲み物をより冷たく感じながら召し上がりいただけます。さあ、今日は UACJ スペシャルデー、最後までどうぞお楽しみください。はい、いい記念にサポートをお申し上げくださいね。はい、つばみちゃん、どうもありがとうございました。それではその選手のウェルカムコメントです。東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆です。本日もご来場ありがとうございます。今日も選手とファンの皆さんと一つになってチームスワローズで勝利をつかみましょう。今日も熱いご声援